げてが海は見て。おきからのなあ、おお、ちょっと。こんにちは、フロゼロと申します。本日はレベル100になったクザン使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のアラバスタステージですね。ここちょっと試させてください。ごめんね。ありがとうっていうとこ。まあ、前回クザン情報修正が入って、チャージスキル、アイスエイジを打つと、なんかめっちゃ腹立つな。アイスエイジを打つと攻撃力が増加するみたいな特性がついたんですけれども、今回はね、それがどのくらい上昇恩恵を受けたのかっていうのをね、皆さんにお見せできたらなと思います。さあ、あそこのレイリーか。やろうか。冥王レイリー。お前は確かに強かったが。ちょっと待ってね。黙り、かわして、いつ、なーるーには、くっそ。ちょっと待ってくださいね。いいところを見せたいぞ。オッケー。お前は終わり。海は見、ちょっと待ってね。押し負けるのはよろしくないね。さて、あれをジャスカイされますか？ね、ちょっと待ってください。やばい、これはまずい。ちょっと。なんだよ、もうまたかよー。いやー、申し訳ございません。ちょっとね、タイミングというのをね、ちゃんと見ないといけないということを今回学びましたね。なので今回こそは、相手の行動を予測して攻撃していこうかなと思います。お、戦国。ほんと早くなったよね、戦国。ちょっと待って。砂嵐。オッケーオッケーオッケー。真ん中からの、お前は終わりだ。何？ちょっと待ってください。あれ撃たないかな。ちょっと、オーケー、バリバリーからの、海は見ている、世界の、HP も回復しやすくなったんですよね。さてと、ただ通常攻撃が短いんだな。結構食らうね。ちょっと待って。あらら。ちょっと、ごめんな、あんた、そこどいてくれるか。お前は終わりだ。バン！オーケー。はい、じゃあね、やっていきたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のアラバスタステージですね。まあ、レベル100になっても、結局は、通常の間合いとかスキルの出とかは変わってないので、まあね、試行錯誤して敵を凍結状態にさせるのが大事なんじゃないでしょうか。まあ、ただ、とはいえね、回復力とか攻撃力とかはやっぱり増加してる感じがしますので、まあ、そこはね、誇りに思ってプレイしていけたらなと思います。さて、多分ね、でも狙われてるんだよね。ね、裏取り来てるから、誰だろうな。もうなんかまたデジャブになりそうな気がして仕方がないんじゃないでしょうか。A 地点貯めるか、レイリーね。あ、もう、このパターンは何回も見てますから。どうする？かわして、オッケー！届け！ありがとう！どこに回避してんだ？海は、なんでこんな時にあ、でもいいんじゃないか？なんだ、どうした？オッケー。ちょっと待ってください。いきなり瀕死状態になってしまいましたが、あそこお肉であってほしいね。オッケー、お肉ですね。あのお肉回収しましょうか。ちょっと待ってね。オッケー。さてと、フェザー&バックが溜まっておりますので、それを打ちたいんですけれども、今お相手さ、俺じゃないよ。俺味方なんですけれども、さて、回避使ったで、オッケー。お前は終わりだ。海は、かわして、海は、ちょっともう一回やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。どうするかな。あの砂嵐が非常に厄介なんですよね。D 地点にいるのは誰なのかがちょっと気になりますが、あそこにハピセットがあるので、あれを拾って僕は覚醒しましょうか。無駄！ちょいとでも俺に叶うと思ったか、マヌケが！海は見ている。で、よいしょー！あれ？ワンパンはできないでございまするが、なんとかなるんじゃないでしょうか。オッケー。さあ、ここじゃあ取りに行きましょうかね、ガープか。え、押した。ゴー。
よっしゃー、ゲームセット。いや、ほんとに味方さん、ありがとうございます。はい、じゃあね、やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はドレスローザの街ステージですね。じゃあ僕は D 地点行きましょうか。ルフィと協力して、あの二人はちょいときついとは思いますが、やってやりましょうか、坂月か。俺とお前はちょっとで、ね、対等関係にはありましたが、もうね、超フェスになったお前はね、ちょっと待ってね、多分、犬神グネン撃つから、それを、お前は終わりだ。からの、海は、押し込め！海は見ている。ちょっと途中で止めんのやめて！凍結状態中に攻撃するの、ちょっとやめていただきたいでございまする。さてと、ヤマト坊ちゃんか？多分大丈夫ね。これをジャストでもらって、ちょっとタイムね。これは、これ、ちょっと、終わったくね。ねえ、フェザンドバックなんだよもう、ま、じゃあ、ラストやっていきたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は夜のアラバスタステージですね。まあ、このステージには今日ね、散々苦しめられてはきましたが、まあ、お相手さんもね、同じ条件ではありますので、まあ、やっていきたいなと思います。じゃあ、ここはヤマトが撃った瞬間に、フェザンドバック撃ちましょうかね。とりあえずここで休憩しといて、撃たないかな？オッケーオッケー。カムサリが当たったんで、裏取り来てるな。誰だろうか？ヤマト坊ちゃんね。なるほど、龍一。からの、お前は終わりだ。オッケー、からの、最後まで生き残りたいよ。目は見ている。まあ、赤属性なのでね、あんまりダメージは食らってはいませんが、雷鳴発揮めっちゃ食らうね。さて、砂嵐頑張れ！お前の出番だ！オッケー、ありがとう。からの真ん中じゃ一緒にために行きましょうか。フェザンドバックを撃つ瞬間を楽しみにしております。クザンです。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。とかなんとか言いつつね、言いたいんですけれども、それを言えないお年頃でございます。そんなに PS 上手くないのでね。さあ、ちょっと逆襲しに来てるね。あそこのお肉を取って、ちょっとあのあれは無理じゃない。 1,2 の3と取った瞬間撃とう。海は見て、無駄無駄、貧弱貧弱、ちょいとでも俺に叶うと思ったかっていうのをこれ何回言ってるんだろう。砂嵐やめて。ここじゃあ貯めましょうかね、D 地点を。ただ、裏取りが誰か来ておりまするので、山とか雷鳴発揮撃たれたら終わりだね。オッケー、かわして、オッケー、からの、なぁ、おぉ、ちょっと、こら、困ったらちゃった。バリバリからの1,2,1,2の3と4と。オッケー。走馬灯見えました今。クザンと赤犬とのコラボレーションが見えましたね。染岡くんからの、お前は終わりだ。フェザンドバック。かわして、海は見ている。よし、デイリー頑張れ。これは困ったね。さてと、ブーストが来るので、ここもらおう。飛ばしてもうたか。